これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。欧州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。はっ、はあ、さあ太平の世への総仕上げだ。稲姫は本多忠勝の娘である。父と共に徳川家康に仕え戦場に出ていた。男性は豊臣秀吉により統一されつつあり、秀吉に従わぬ者は関東の北条と奥州の伊達の身となっていた。その伊達政宗も秀吉の圧倒的な物量の前についに膝を屈し降伏。残るは北条の寄る小田原城のみとなる。秀吉は全国の大名を率いて北条を攻めた。稲姫も主家康と共に戦いに参陣。北条の居城小田原に東から攻めかかった。天下統一を阻むなんて稲が成敗いたします。第一話小田原城攻略戦、この弓で射抜いてみせます。久瀬川の戦いは稲姫の属する東軍の勝利に終わった。東軍はこの勝利を決定づけるべく、西軍はこの敗北を挽回するべく関ヶ原の地に進出。決戦を見据え睨み合いを続ける。戦国最大の決戦が始まらんとするとき、稲姫も父忠勝と共に戦場にあった。乱す不埒者、稲が成敗いたします。第4関ヶ原の戦い、この弓で射抜いてみせます。敵勢我が方を数では上回り、戦場を囲む交渉を抑え、格欲に我が方を包囲しております。わしはこれまで人々の未来、太平の世という重きに寄せ負い、長き道に着実に歩を進めてきた。その歩み止められぬよ。ただ勝つべくして勝つのみだ。東軍は天下分け目の関ヶ原の戦いに勝利。徳川家康は征夷大将軍になり、江戸に幕府を開く。だが豊臣家は未だ大阪城にあって、徳川の天下に服さずにいた。数年後戦国をここに終わらせ、二度と戦乱を起こさぬため家康は大阪城攻めを決意する。稲姫も戦国に幕を引くべく大阪城の攻撃に加わるのだった。これが戦国最後の戦、稲が乱世を成敗いたします。第5大阪の陣。
しい時代が、太平の世が来るのですね。うん、これも稲が骨を折ってくれたゆえじゃ。私だけではありません。父上、多くの方々のご活躍あればこそです。うん、我が宝は良き家臣。わしは宝に恵まれたものよ。